こんばんは、おさまつさん、ホラーゲーム、ミラー、やっていこうと思います。聞いてもらえればわかると思うんですけれど、私、今回、元気がないです。というのは嘘でーす。やってきまーす。どこまでやったんだっけあれ覚えてねえな。確かね、チョロマツが助けに来てくれたっていう体じゃなかったっけ。あれここら辺で、チョロマツ一末開けない。あれ、なんか俺なんかやってないやつがあんのかな。はい、前回どこで終わったかも忘れてて、確かここでやられて終わったんだよね。で、傷薬やるけど、最初に回復しとかなきゃ殺されるんで、傷薬使っといて、で、攻撃されちゃうのかな。あ、されちゃうのね。じゃあ意味ないじゃん。どうするこれ。耐えるしかないのかな。これやっべえな。よし、おそ松さんの超必殺技出してやる。あ、で、必殺技があるのか。これを前に立ち上がったやつはいないかもしれない。信用性ゼロじゃねえかよどうすんの。まあ、使うしかねえんだろうな。え、ありえねえほど強い。うん、ありえねえほど強い。すげえ強い。あ、ワンコ。これで最後か。弟と同じ顔をぶん殴るのも勘弁してくれよな。ごめん、ごめんね。俺なんかかばうから。あ、ワンコ、お前よくやったよ。ありがとうな。それでお前がいるってことはやっぱ他のマツもいるんだろ。一体どうなってる。カラマツとチョロマツ兄さんはいた。カラマツは俺をかばって怪我してる。それを治すための薬を今チョロマツ兄さんが持ってる。あとはわからない。ワンちゃん死んじゃったのかな。あんまいい状況じゃねえな。とりあえずチョロマツ追うぞ。ワンちゃん、ワンちゃんの安否を確認させてほしい。うわー、あ、倒したんだ。泣きすぎ、うるさいよトドマツ。バッカ、もっと早く来てよ。チョロ松のチョロはどこ行ったわけ。もっとチョロや、チョロってやってきてよえ、何これ、喧嘩売られてるわけ。てかチョロ、チョロっとってなんだよ。チョロっとってとりあえず間に合っただろ。あ、そうだ、この薬一松にもらったんだけどさ、化け物もいたんだ。早く戻らなきゃ。お前もしばらくここにいろよ。え、ちょ、行っちゃうの。あー、でも一松兄さんも心配だし。チョロ松、俺は大丈夫だ。しばらくしたら動けるし、トド松も心配するな。じゃあ行ってくる。まあ、薬やったから大丈夫なのかな。体調どう、苦しくない。大丈夫だぞ心配されるのもたまにはいいな。何強気なってんだよ。何それ。でも本当に間に合ってよかった。死んじゃうかと思った。な何の音。なんか割れたような。それもみなおたえすけたらたら。この声、トロマツ、俺はもう一人でもなんとかなるから行ってあげてくれ。助けてあげてほしい。いや、ダメだろ。え、うん、行くね。今度は僕もわかるよ、あの声は。ええ、全然わかんない。あいつこっち向かったんだよな。って、あれ、ん、どうしたの。早く行かないと。俺さ、最初目覚めた場所がこの屋敷だったんだけどさ、これって空間がねじれているってやつ。何、何が痛いの。また見たことない世界がこの先に広がってるってこと。行くしかないんだけどさ。うわー、びっくりした。あ、化け物。あー、大丈夫大丈夫、こいつ知り合いだから。あー、あ、え、あ、兄さん、あ、わかった、これ十四松じゃないの、本物の。おー、お前喋れるようになったの、すげえ、やったじゃん俺行く、話しつけてくる。みんな、みんなで帰るために。やっぱ十四松じゃねえの。あ、おい、さよなら。え、待てって、くっそ、ろくなことになりそうじゃないんだけど。早く行くぞ一松。もう後で説明してよ、おっきい声いいね、こういう。うわ、何ここ。おそ松と一松。あー、ちょっと体力ねえんだな。回復、あ、ちょっと待って、一回別のところにセーブしといて、一回回復しておこう。回復して OK。
なんだここ敵いるのかな、いないいないよね、これ何ここ、これは何、これ関係ないよね、あなんか光ってる、これは絶対なんかできるよ、セキュリティ解除します、これでいいの、セキュリティ解除したら何が起こるの、上、あーでも光って、あーでもなー、ここ多分上行けばなんか出口っぽいな、ここはセキュリティ解除します、はい、あと OK か、これで上行けば多分行けるようになってると思ったんだけど、何このキープアウト、めちゃくちゃ怪しいんだけど、あ何これん、なんか小難しいこと書いてある、あとはよろしく一末、えマジこんなのも読めないの、引くわー、普通に引くわー、わーって読めばいいんだろ、読めば、気づいてる人もいるかもしれないが、初めの屋敷マップで隠し通路があると、牢にいる招き猫を探そう、は1章と4章の間しか行けないぞ、クリア後にもう一回行ってみてね、はこれメタ発言ってやつ、え何これメタ、メタなの、ギャグの世界はここでも発揮されるの、突っ込んだら終わりだよマスカの最終章間近で何いきなりメタ発言、おいけるね、ここら辺は何だ、調べれないね、これいけるな、あセーブ、何ここ、やばい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 、最後か本当に、な何これ、え何ここ、いいのかなこれで、あいた、んえ、あーおそ松兄さん、一松兄さん、お久しぶりーふです、さっきの化け物とあいつは、ちょっと待っててね、今この黒いモヤモヤ倒すから、そしたらまたみんな一緒だよ、待て、どういうことだ、ここから出るためにはね、このモヤモヤミラーってのを全部倒さなきゃいけないんだって、ミラー全部倒す、そうしたらみんな帰れる、そうだよ、だからそこ動かないでね、そこにいるミラー、見た目に惑わされるな、俺はこの十字松のね本性を知っている、おおいちょっと待て、ダメだそれは、僕がいなくなればみんな助かる、うんそうだよね、さよなら、おい違うバカやめろ、ちゅ、あっ十字松兄さん、やっぱりか、おおあ、なんで、今度は間違いないよ、十四松兄さん、僕の手を取る方はこっちだすげえ、なんか感動するでも持ち上がりそうにないよ、とどまつ、うんそうだよ、僕には持ち上げる力なんてないんだ、でも今度こそ一緒だよ、一人なんてしてあげないから、そうだな、お前たちは一人じゃないぞ、6人、いつでもどこでも一緒だ、来た来た、おお、チョロ松が不意打ちをかましやがった、またしたなブラザー、今助けるぞ、お元気を取り戻したから、ただなカラマツ、あー間に合ってよかった、さすがに骨が折れた、まだ動けるような体ではなかったっす、なぜすごい音がしたから戻ったらさ、カラマツが俺を連れて行ってほしいって言うもんだから、ああすごいんだぞチョロ松、俺を背負って階段を全力ダッシュしてくれたんだ、え、うっそ、僕普通に上がってきたけどかなりの段差あったよな、俺だってやるときやるの、もう二度とごめんだけどね、クソ松、あ、一松とおそ松、おいお前たちも無事か、無事に決まってるだろバカすげえ一松が言ってる、おい偽物ミラー、お前が恩賞だろ、あのね十四松兄さん、いやミラーって呼べばいいのかな、ひどい目にあったけど学校で一緒に遊んでくれて僕楽しかったんだ、いいやつかよ、一人は寂しかったんだよね、遊びたかったんだよね、うまく言えないけど、もういい、どの道もう鏡は一枚、この世界もじきに崩れる、そしたら僕もお前たちも死ぬんだ、そっかおい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 、何そのな他人事ぶってんだよ、めっちゃピンチだぞ、え言いたいことは山ほどあるけどさ、それならそうでしょうがないし、ふっ、たとえシストも俺たちの絆はフォーフェーバーに続く、いいね、こういう展開も、あとクソ松黙れ、ほんと兄弟揃って言ったよね、みんそんなみんなに付き合ってあげる僕も僕だけどさ、よし、じゃあミラー、お前にもできないとっておきの六つ子能力を教えてやるよ、しかと見ろよ、かっぽじって聞けよお前ら、行くぞ六つ子テレパシー、
集中しろよお前ら、飛び降りるぞ。おお変な奴ら、楽しかった。これで元の世界に戻れるよ。バイバイ、ありがとう。なんか最高の最後にただ感動ただ感動してるんだけど、ああネミ、あれ戻ってきてる。僕たち帰ってこれたんだよ。うわー、 PC 壊れちゃってる。搭載なんて言おうかな。何、俺たち全員の有り金と土下座でもすればいいさ。ノープロベルムだぜ。それでパソコンが戻ってくるっていいな。俺多分パソコン壊れたらもう実況プレイできなくなるぞ。いや、土下座はともかく、僕たちの、なんか画面になんかでけえのが出てきた。なんで、ちょっと待って、このタイミングでこれ出てきたらあかんでしょ。しかもセリフ飛んだし。おい十四松大丈夫？おめえ多分今多分みんなセリフ読めたでしょ。フォッへへー、みんなおはー。遅いよ十四松。よーし、腹減ったし、ちびたくんとこ行くぞ。ちびたくん、え、あ、まあ最終的にはこういうハッピーエンドで済んだってことね。いや、よかった。多分さ、俺2章か3章か、まあそこら辺のさ、あの話の時にさ、いろいろとなんかやってなかったら多分バッドエンドになってたんだよね。あのワンちゃん助けてくれたりさ、それで多分市松が死んだりとかね、多分いろいろあったんだよ。多分それ奇跡的に、超奇跡的に、運よくハッピーエンドに来れたってことでしょてか、あのミラーもミラーで最後かわいそうだったな。なんか、おっ、プレイいただきありがとうございました。ありがとう、特大さよならホームラン。おお、これで終わりなんだ。あー、で1章から4章のとこになんかあるらしいね。ちょっとそこ行ってみたいんだけど、セーブレーターがあるかな。なかったらちょっと悲しくなってくる。あ、どこだっけ、屋敷、うん、なんだっけ、なんだっけ、なんて書いてたんだっけ。忘れてしまった忘れてしまった。皆さんこんにちは。僕は長い長い時を経てついに隠し通路を見つけました。ここを行くとなぜか通り抜けるんですよね。そしてやっと見つけれました。おーっと、見つかっちゃったぜ。こっから先は雰囲気ぶち壊しの舞台裏だ。そういうのはクリア後にあるもんだって。ノンノン、時代が古いぜ。さあどうする？ちなみに行ったら帰ってこれないからな。行くー。おーなにこれ、これ一回セーブでき、あーできねえんだ。ミラーなってる魔物。じゃあこれをちょっと一通り見て終わります。終わりかい。うわ、あー、回復アイテム、回復アイテムはいらんかね。なんでこんなの配ってるかって、あっちに鳥と話してみればいいよ。それでいる？欲しい。気づくいらねえだろうな。ミラーミラーミラーミラララララ、何もいいね。鳥、お、来た鳥なんで鳥喋ってんだよ。よー、よく来たな。ここは戦闘テストができるぜ。スクール MV といったらサイドビューバトル、ホラーでやるもんじゃないのは分かってるが、ここぐら作ったらやりたくなるだろ。むつこ戦試してみるかい。やらねえよマジかこれはちょっと実際やってみてください。ワンちゃん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 、相手あってよ。本当はこのゲーム、うん、本当はゲームの中で一匹元気に生きていたんだけど、むつこができて、え、むつこが来てバグったみたい。そのせいで病気にかかるし散々だったけど、とても楽しかったからよしとするわ。あー、じゃあよかった、はい。鏡です、君たちに必殺技を進呈しよう。なんでって、言いを聞いてはいけないよ。え、なにって、で、なに、アイテム、武器、なんも取ってねえじゃねえかよ。この新聞は関係ない、人玉2章で登場するかっこいい俺様だぜ。え、誰、実際本当に人玉がいるわけじゃなく、病気になったカラマツの妄想だ。あ、そうなんだ。だから一松の時には見えない。あ、そうだったね。
でもカラマツにはミラーと兄弟を一発で見抜けるからミラーにとっちゃ厄介だったわけよ。ああ、どうも。あら、こんにちは。どうもどうも、ご無沙汰しております。なんか聞く。そうですね、一番見ることが難しいというかめんどくさいエンドは2章で1末に会う前、カラマツの時に化け物を一定数倒すことですね。その時にしか行けないマップが一番凝ってるらしいですよ。なんてもったいないというか頭の悪いこと。結構な数がいますが、つまり NP をゼロにすればいいわけです。ああ、そういうことができんだ。一回外出れんのね、これ多分。うん、人玉じゃ、人玉、おい、お前邪魔して出れねえんだよ。こっちから行くか。あ、なんかみかん歩くね。みかんです。それだけかい。隠し要素的なのじゃねえんだ。置いてあると思う、なんかね。いけるのかな。あ、戻んない戻んない。あら、いらっしゃい。ニートたちが迷惑かけてないかしら。もしかけてたら遠慮なく叩きのめしておいてね。多少、そう多少ノーヒントの口逃げなんかもしれないけど、そこは愛よ。愛でなんとかかんとかうんちゃらかんちゃら振り切ってちょうだい。適当な母ちゃんだな。ねえ、セーブする上書きしないように気をつけてね。え、あ、できるんだ。まあ、適当にセーブします。なんかお前めちゃくちゃでかくて、なんかすげえ大事なこと言ってくれるかと思ったらさ、なんかめちゃ普通のこと言ったね。だからセーブ、なんか固まったんだけど。ちょっと、おい、セーブする前にゲーム消してどうすんの。おい、おい、今までの進みが、おい、ちょ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 、おい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 、はい、皆さん、ただいま。フリーズして15分くらい戦ってました。あとこの6つ後に話しかければ全部 OK だよね。はい、お疲れさんって、せっかくお兄様の一押しのショーなんだから本編も進めろよ。制作秘話が聞きたいって一言で言うとな。ない。なんかあれよ。いや、カラマツガール、来るのを待っていたぞ。え、カラマツガールじゃない、恥ずかしがらなくてもいいんだぞ。そうだな、だいたいこのゲーム作るのに3ヶ月くらいかかった。あー、結構かかるんだね。やっぱスクール MV が発売されてウホウホだった。そうだぞ、ウホ。はい、今頃襖の中で引きこもりとか全然笑えないから早く話進めてね。まあもう知ってるけどね、この先君が大活躍するよ。本当は丸鬼みたいに追っかけられるイベントをもっと作りたかったらしいけど、そんな高度な設定するのめんどくさかったのと脳みそが足りなかったなって。なんか結構残念なセリフばっかあるな。いらっしゃい。わけがわからないって顔してるね。大丈夫、理解できてるやつ誰もいないから。正直性格とか喋り方とかあんまり自信がないけど作りたくなった。後悔はしてないだそうだし、多めに見てやってるため。いやー、全然いいと思うけどね。あいあい、いらっしゃいニングッドモーニング。目が覚めたその瞬間こそが朝であり、実際の空間における概念と思想は異なるものである。あんねあんね、俺もっとまつげ増えるとるし、みんなも作るといいよ。あ、でもホラーで痛いのは適当にね。ああ、はい、みんな元気してる？勉強の落ちんかったな、僕のために作ってね。魚雷の愛が偏ってるとかいうやつ、そりゃ多少あるよ。あるけども基本どの松も愛してますから。はい、じゃあこれで多分全部見たと思うのでタイトルに戻ります。やっとなんかね、なんかこの回だけものすごい撮り直ししてるんだけど。まあでも本当に最終回だからいっか。じゃあおそ松さん、ホラーゲーム結構長かったんだけどね、結構楽しんでくれた方多いんじゃないでしょうか。じゃあ次回の新実況でお会いしましょう。ツイッターでなんか報告やらなんちゃらくだらないツイートとかもしてるけど、まあ報告はねツイッターで主に最初にするんで、ぜひフォローとかねよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。じゃあね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のところをタップして、んーをタップ、んーよろしくね。